コンパイセグンドは、キューバ出身の歌手、ギタリスト、作曲家である。本名は、フランシスコ・レピラード。1907年、キューバ東部の山間部に位置するシボネーに生まれる。15歳の頃からシボネーに近いサンティアーゴ・デ・クーバで演奏を始め、さらに1934年に、ハバナに移った。1939年に結婚し、妻との間に5人の子供を設けた。 1940年代に友人と二人でロスコンパドレスというユニットを結成し、二人の仲間のうち低音の第二世を担当したことからコンパイセグンドと名乗るようになったという。やがてミュージシャンとして頭角を表したが、次第に表舞台に出なくなり一時は浜木職人として生計を立てていた。ライクーダーがプロデュースしたブエナビスタソシアルクラブに参加し、 その中心的な存在となった。1997年に発表されたブエナビスタソシアルクラブが翌年のグラミー賞を受賞し、さらに1999年にバンドの活動を描いた同盟の映画が世界的にヒットするとセグンド自身も世界的なスターとなった。90歳を超えてからの活躍はカストロ議長やヨハネ・パウロ2世にも称えられ、彼自身も 彼の祖母と同じ115歳まで生きると予言していたが、2003年に人不全により95歳で逝去した。ブエナビスタソシアルクラブがブレイクしてからは、渋い低音の歌声とダンディーなスタイルで広く人気を博した。クラリネットやクアトロを演奏し、歌手としては友人が作曲したグアンタナメラを得意としていた。作曲した代表的な作品としてチャンチャンがあり、 他のラテンアメリカのアーティストだけでなく、様々なバージョンのセルフカバーが残されている。他に、サラドンガ、ラカラバサ、ヘイカランバ、マクシサ、サルードコンなど、ありがとうございます。